魔術は、芥川龍之介の短編小説。他の芥川作品とも共通する人間のエゴイズムを描いた作品である。1920年1月に雑誌、赤い鳥にて発表された児童向け文学作品である。画欲を捨てることを条件に魔術を習得しようとする主人公が最後の最後で欲を捨てきれないのが明らかになって現実に引き戻される。 どんでん返しの効果を生かした作品。主人公の私はあるしぐれの古い気な秋の夜、当時は寂しい東京郊外であった大森のインドの独立運動活動家であるマティラムイコールミスラ君の住宅を訪れる。ミスラ君はインド魔術の使い手であり、私はかねてから彼の魔術を見せてもらう約束をしていたのである。その夜、ミスラ君の家の薄暗い応接間で見た。 鮮やかな魔術の数々に私は驚嘆する。ぜひ私にも魔術を教えてほしいと頼む私に、ミスラ君は乗り気ではない様子だったが、一つの条件と引き換えに魔術を教えることを承知する。その条件とは欲を捨てることです。欲のあるものには魔術は使えません。あなたにはそれができますか私は魔術を教えてくれるなら、 欲を捨てられますと約束し、魔術を教えてもらった。魔術を教わってから1月ほど後、私は銀座のクラブで友人たちと集まっていた。友人の一人が、君は最近魔術を使うという話だが、一つ我々にもそれを見せてくれないかという。ああ、いいよ、と気軽に承諾した私は、燃えている暖炉に手を突っ込み、両手で燃える石炭を掴み出した。そして、 それを床に撒き散らすと、石炭はたちまち金貨になり、床中に飛び散った。呆然としていた一同は、金貨が本物であることを確かめると、これはすごい。これなら、すぐに、三井や岩崎のような大金持ちだろうと褒めるが、私は、いや、魔術は欲を出すと使えないのだ。この金貨も、またすぐに暖炉に放り込んで、元の石炭にしてしまうつもりさと答える。 それを聞いた友人たちは、もったいない、やめろと口々に反対し、結局私は、その金貨の山をかけ、友人たちとトランプの勝負をすることになった。いやいや始めた私だったが、なぜかその夜は不思議に勝ち続け、今日が乗って、ついにその場の掛け金は、すべて私のものになった。熱くなった友人の一人が、自分の全財産をかけて勝負すると宣言する。 僕は僕の財産をすっかりかける。その代わり君は、あの金貨の他に、今まで君が買った金をことごとくかけるのだ。さあ、引き玉へ。私は、つい、ここで欲が出た。このカードの一枚で、相手の資産をそっくり手に入れられるのだ。私はこっそり魔術を使った。キューだ。キング。私は勝ち誇った声で、ま、青になった相手の目の前へ、札を出してみせた。 すると、そのトランプのキングが、にやりと笑い、ミスラ君の声で、お客さんは、お帰りになる。寝床の用意は、しなくていいよと言った。気がつくと、私は、まだあの秋の夜の、ミスラ君の部屋にいた。私が欲を捨てられない人間であることは、今見たばかりの幻ではっきりしてしまったのだ。恥じて、下を向いた私を、ミスラ君は静かに、 魔術を使うには欲を捨てなければなりません。あなたはまだそれだけの修行ができていないのですとたしなめるのだった。当時のインドは現在のパキスタン・バングラデシュも含めてイギリスの植民地であった。原作では国敗と表記してカルタとフリガナをつけているがキングのカードが出てくるなどトランプと考えられる。ありがとうございます。